前に坂本さんがあの、うん、電車の中でなんかやったねことみたいな、うん、やってたらなんかドキモいこと言ってたじゃないですか。言ってたね、ドキモいこと言ってたね。この電車の中で、まあ、ある発見をしたというか、おろろ、これぜひちょっと見てくれた、うん、いう動画ほとんど再生されない中でもその見てくれた人にぜひやってみてもらいたいんですけど、うん、電車乗ってる時に音楽ってやっぱ聞く人は聞くと思うんですよ。まあね、うん、でその時にこう立つ向きによって進行方向向きになるのか進行方向逆向きになるのか違うじゃないですか、うん、特にあのドア付近手すりのところに寄っかかったりしてる、うんうん、はいはいはい、あの時に曲を聴きながら進行方向を向いてると、まあ、こっちが進行方向だったらこういう向きで外を見ながら音楽を聴いてるとなんかちょっと前向きな気持ちになれる。逆に進行方向後ろ向きで音楽聴いてこうこっちに景色が流れていくと、はい、なんかちょっとね寂しい気持ちになる。ほう、ちょ待ってそれめちゃくちゃわかるわ。あ、わかる。わかる。めっちゃわかった。これ本当なんですよ。うん、なんか思い出したらそんな感じする。もしかしたらもうすでになんかそういう、うん、なんとかかんちゃなんとかかんちゃら効果みたいなのがあるのかもしれないぐらい本当にそう思うんですよ。ちょっとね、あのこっち側にで聞いてるときちょっとなんか窓とか見るもん、こうわかる景色がこうでしょ。で、後ろだとこうなんかこうすごい発見。そう、これあのぜひちょっとあの皆さんもね、だから前向きになりたいときは進行方向向いて音楽明るい感じのやつ聞けばね、そうこう気分も晴れるでしょ。あ、でもそれほんとわかるわ。ぜひやってみて。